はい、辻プロのようにですね、飛距離を伸ばすには、テイクバックが非常に大事になります。テイクバックです。正しい軌道に乗ることはですね、飛距離アップにつながってきます。アマチュアの方の多くはですね、このシャフトのプレーンよりもインサイドにですね入ってしまって、最後クロスになったりですね、振り遅れたりという現象があります。正しい軌道に乗せるにはですね、2つのポイントがあります。まずはインサイドに引く人の理由として、手首をローリングしてしまうタイプですね。こういう方には、バックフェイスドリルといって、このこういうパターンのですね、まあ、マレット型のパターン、ピンパターンなどのこのバックフェイス側にボールを乗せてですね、イメージとしてはハーフバックまでこのバックフェイスにボールが乗ってるようなイメージ、こうひっくり返さないイメージですね。これができてきますと、ローリングが少なくなって、あまりインサイドに引かなくなってきますので、これを、試してみてください。でもう一つインサイドに引く引いてしまう理由として、ホックが全くできないと、体の回転だけでずっと上げてしまうとですね、これもやっぱりインサイドに引いてクロスする原因になりますので、こういう方はですね、スプリットハンドドリルといって、10センチぐらいの手を離してですね、左手を少し下に押し下げながら、右手をちょっと引き上げるような感じですね。左手を押し下げながら右手を引き上げるような、こういう形でバックスイングしますと、テコの原理で勝手にヘッドが上がってきてですね、インサイドに入らなくなるので、このドリルをですね、少し試していただくとプレー上に乗ってきますので、この2つのポイントをですね、頭に入れて、テクバックしてみてください。では一度打ってみます。このプレーにこっちに来ないようなイメージ、こういう形でテイクバックすると最短距離で降りてきますので、飛距離バックアップにつながってきますので、ぜひ試してみてください。